グランビーレは、アルゼンチン海軍が購入したデスティエンヌドルブ、旧通報艦の一隻。ドゥルモン級、コレベット3番艦。艦名は、ギレルモ・エンリケ・グランビーレ中佐に由来する。グランビーレは、DCN ロリアン交渉で建造され1980年6月28日に、寄港。1981年6月22日に、浸水。 1981年7月30日にアルゼンチン海軍に編入される。アルゼンチン海軍に編入の後、プエルトベルグラーの海軍基地の水上艦隊司令部第1コルベット戦隊に配属されて、P-3 の看板号があり当てられ、1982年11月5日に運用が開始された。その後エスポラ級コルベットの導入に伴い、 1985年に、看板号が PE-33 に変更された。第一コルベット戦隊に編入以来、様々な演習に参加している。代表的なもので、ウニタス演習、グリンゴガウチョ演習、アトラソル演習、パセックス演習、ゴス演習、フラテルの演習がある。1982年3月、マルビナス諸島奪還のため、 グアルテル王アリアラ海軍少将を長とする第40任務部隊が編成され、ポートスタンリーとサンフェリペの占領と駐屯するイギリス海兵隊の制圧の任務が与えられた。第40任務部隊は4つに分割されて攻撃行動に移った。グランビーでは任務部隊司令官直属の第40.3揚陸任務軍に属し、D-2 サンティシマトリニダー。 p-1 ドル,ルモンと共に行動した。占領作戦終了後は4月16日から6月14日にかけてアルゼンチン領海内の紹介活動を実施していた。1993年にハイチにおける民主主義回復を目的としたタロス1作戦参加することとなり、同年10月3日にプエルトベルグラーノを出港した。作戦は長期間に及び、 翌1994年5月4日に寄港した。この際1994年4月16日から14日まで、ホルタレザに4月21日から24日までは、リオデジャネイロ市に寄港していた。2000年に所属部隊が、大西博美軍管区の海洋商介船隊に変更され、マルデルプラタ海軍基地に配置外となった。これにより従来の水陸両用部隊や、 潜水艦部隊及び海軍航空隊に対する訓練支援以外に排他的経済水域における広域警備が大きな任務として求められ違法漁業の摘発などに従事している2009年時点においては海洋省海戦隊に属しマルデルプラタ海軍基地に母港を置く S ・マール・アルヘンティーノにあるようにあくまでもアルゼンチンが主張する部分も含まれる ありがとうございます。